近くまで行かないと。ウルバンドに笛を吹かせて、フアディスを連れ出そう。怪我はないな。あまり感心しないな。なんだって仕事しなきゃ。まだいたのですか。ブリッスルバックは片付けた。本当に？さっさと気持ちを落ち着けて笛を吹くんだ。ことをせくことはないでしょう。まずは機械が本当に一掃されて谷が安全か確認しないと。一日もあれば済みますよ。あ、二日かな。ダメだ。今すぐ笛を吹け。罪のないオセラムの命がかかっているのです。ここは慎重に。お前が吹かないなら私がやる。はさすがですな。聞け皆の者、メリディアンの救世主がお救いくださった。何？ブリッスルバックを倒したぞ。お前、何？笛を鳴らせ。チェーンスクリープも営業再開だ。本当か？やった。それと働けなかった分の手当はこのウルバンドが埋め合わせすると言ってる。よし、そうこなくっちゃね。いいぞ。おお。よっしゃ、やった。階段に行かなくてはならないのだよ。ああ、そうだな。やっと門も開いたし、店も使えるようになったはずだ。フアディスを照度の光に向かわせる前に店に寄っていくか。やっと笛が吹かれたよ。ウルバンドも急がなくていいのか。新しい防具を探してそうな。
だな。熱い鉄を打つ者が勝る。戦い終えたらまた来てくれ。ねえ、どうあんた。面白い話できるやつ。光るくらいいるだろう。あんたの健康は。谷はもう安全だ。行くぞ。エレンドはどこなんです？隊長の動向がないのならば。ブリッスルバックは討伐した。隊長からの命令だ。みんな無事なのですか？怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。ですが予定だとあと3人は護衛がつくはずで。照度の光へ向かいます。エレンド隊長のご命令ですから、どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。これでようやく階段を開催できそうだな。無事に乗り切ればサイレンスの行方を追える。ハーデスもだ。ダイヤのバックアップも見つかるかも。照度の光に直行してもいいし、恐れの谷で寄り道もありか。膝を曲げてやるって言ってるの。
誰かと思えば。赤毛さん、あ、一緒にストライクしない？飲み足りなかった？もう一杯ちょうだい。忙しいの？私ももう何杯かやらなきゃ火事場に戻る気になれなさそう。悩みでもあるのか？まあ別に仕事が再開してからは順調。でもね、ウルバンドが未だに利権協定のことで火花散らしてて。そのナイフを置きな！じゃなきゃ私がみっちり後悔させてやるよ。とにかく今は落葉の砦からの難民のことが心配。こんなとこまで来てまた辛い思いなんて。シャドウカージャの難民？なぜ恐れの谷に？住む場所を探してるんでしょ。南西にある古い山道で野営してるよ。これがまた厄介でね。先週ストームバードが崖に落ちてね、トーランドクリーンブローカーが部品回収に目を光らせてるの。でも難民が入り口を塞いでて、太陽の儀式を邪魔するなとか、黄昏の道なのだとか言ってね。黄昏の道？初耳だ。だろうね。あのシャドウカージャの難民は変わり種なんでしょう。ま、平和的な人たちだけど。でもトーランドのことだから、回収するためなら何だってやりかねない。山道に行って他の場所で野営するよう説得してくれない？恐れの谷のブリスルバックだが。どこから来たんだ？それがね、だ突然現れて大勢亡くなったわ。でもあ、ブリスルバック、なぜ機械が現れ、その鍵を恨みつらみ町に来て多くの人カージャの奴隷商人ども。あっちに行くことがあれば難民と話して移動するよう言ってみるよ。それは助かるわ。ただでさえ辛い思いをしているでしょうし。トーランドはまだチェーンスクレープにいるかも。まずは話をしてみるか。調子はどう？お前と仕事しないで済むうちは死ぬ。この谷の正確な調査が必要だ。この前帰った時、ごきげんよう。歩いてて初めて歩く瞬間を見逃した。つらいな。あの子のわけないよ。ありえない。ねえ、そっちは平気？はい、そうだよ。
のそばにブリスルバックの死骸調べてみよう。落下した衝撃で死んだのか、崖の上から落ちてきたのかも。このまま先に進んでみるか。古い鉱山、辺りの木々が折れているな。群れになぎ倒されたみたいな。ブリスルバックはここから来たのか。でもどうやって。まさかあの外に続いているのか。